Bonjour! オンライン Fantsugo 学校 Ensemble en français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。皆さん、キノコって美味しいですよね。でも、いろんなキノコがあるので、食べられるキノコと食べられないキノコに気をつけなければなりませんね。さて、食用のキノコってフランス語では何というかわかりますか？ Un champignon comestible. Un champignon comestible.Un champignon comestible. Un champignon comestible. Comestible は食べられる、食用に適したという意味です。食べれるには mangeable という単語もありますが、こちらはまずいがなんとか食べれるというような意味なので、毒がなくて食べられる食用のという意味の食べられるは、コメスティブを使ってくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!